はい、毎度マッスルです。今からね、エイトに行きますわ。今日はねフィッシングエイト本店に行ってきます。ではね、なんで行くか言うたらね、いつもね、普段使ってるのはリンユサイね、メインでずっと使うとるんですけど、この前ね、釣り行く時にいつものね、ように準備して車に道具乗せてしてた時にね、いつもみたいにリンユサイ積んでたんですけど、いや久々にちょっと銀次郎使おうと思ってね、銀次郎を持ち出して、その日釣り行ったんですけどね、ちょうどね昼までの調光やったんで、1時までのね、で銀次郎持って行って、ああやっぱ準備しながらね、銀次郎もやっぱかっこええなと思いながら使ってね、釣ってたんですけど、帰る間際ぐらい、間際ぐらい言うても昼前ぐらいね、かけて、スリットですよ、スリットでかけてね、でバラしてもうた時に、ロッドは跳ね上がった時にトップガイドねこすってもうてどっか飛んでいきましたわ。トップガイドね、で、もう途中でねそんなになってしまったもんやから、釣りもそう、ほどほどにして、ほどほどにというか、それ飛んでもうたからできへんようになってもうてね、で、昼までの兆候やったんで良かったんですけど、ほんでそのトップガイドのね、修理を、しようと思って今からね、行くわけなんですけど、トップ飛んでもうたんですけど、やっぱり銀次郎ね、かっこいいですわ。デザインね、やっぱり、かっこいいね。普段リンユサイね、使いやすいからと思って、ずっと使うとるんですけど、やっぱ銀次郎もね、かっこいいですわ、デザインね。銀次郎ね、僕使ってるやつも、M で柔らかい方なんですけど、 M の300をね、使ってるんですけど、リンユサイのね、S の方がやっぱちょっと柔らかいし、好みかなと思う感じで使ってるんですけど、銀次郎もね、やっぱ釣りやすい、かっこいいですね。普段皆さんどんな感じなんですかね、気分でね、何本もロッドを持ってはる人は気分で変えてはんのか、そうかね、釣り場によってね、変えてる人もいてはんのかなとかね、ちょっと思いながらね、今走ってるんですけど、どうなんですかね。僕なんかね、どっちか言うたら好きなね、ロッドを使い込むタイプなんで、リンユサイとね銀次郎でもう十分なんですけど、今日はスリットやしと思ってね、ちょっと固めの竿を使う人もいてはんのかね、今日は垂直やし、垂直やしね、柔らかめというかね、ちょっと使い分けてやってはる人もいてはるんですかね、どうなんですかね。とりあえずね、エイトにもね、長いこと知ってないんですよ。リニューアルされてから行ってないですからね。だいぶ行ってないでしょ。行ってる時はね、もうしょっちゅう行ってたんですけど。最近釣りね、行けてなかったっていうのもあるし、使うね、道具が減るようなこともなかったんでね、行ってなかったんですけど、久々ですわ。リニューアルされてからどんな感じなんですかね。黒子のなんかグローバルショップになってるんですかね。今からちょっと行くんですけど、ちょっと修理ね、出すついでに、ちょっといつものね、ちょこちょこブラブラね、しようかなと思います。もうすぐ着くんでね、行ってきます。じゃあね。今ね、着いたんですけど、並んでますわ、駐車場。ここよう並ぶね。今日なんか、セールですわ。いつから？
今日からかな。ここほんま並ぶときやばいっすよね。車でね、来たことある人はね、わかると思うんですけど、やばいんですよ、ここ。ここね、セールとかね、やったときもう車やばいことになるんですよ、駐車場が。駐車場入るのにね、渋滞になってますわ、ここ。これ離れにもね、別の駐車場あるんですけど、そっちが行ったら空いてるかもわからんけどね。まあまあ、もうあと2台、3台ぐらいなんで、このままちょっとね、待っときます。後でいい。さあ行きますわ。ビッグエコー側ね、ビッグエコー側に車を止めました。今からね、行ってきます。
はい、見てきました。久々に行きましたね。中のね、レイアウトも若干変わったりしててね、まあまあ久しぶりに行ったんで、どこに何があるかちょっとね、迷ったんですけど、だいぶ前よりちょっと見やすくなってるんじゃないかな。整頓されてるというか、各コーナー見やすくなってましたね。3階とかもちょっと覗きましたけど、ウェアとかね、だいぶ種類が豊富でしたね。あと、まあまあ、クロー校のね、コーナーも、充実してるんちゃいますかね。他のね、関東の方とか、中部、とか、まあまあ、他のところに比べて、やっぱり、種類多いんかな。他の場所はどうなんですかね。もっともっと、豊富なところ、店舗もあるんかな。まあまあ、でもね、この関西圏でしたらね、エイト本店、やっぱり充実してる、ようには思いますね。ロットもしっかりね、揃ってましたし。まあ、ただ、林雄祭、ちょっと見当たりませんでしたね。あったんかな。見た感じ、まあまあ、黒子とか、ね、ガマカツさんの銀次郎は、やっぱりね、ちゃんと揃ってましたね。豊富でした。林雄祭がね、ちょっと、場所がわからんかったんか、ないのか、わかんないですけど、ちょっと見当たりませんでしたね。で、まあまあ、ロットのね、修理で、まあまあ、頼んできたんですけど、まあまあ、気長にね、待とうかなと思いますね。きちっと直してもらってね、またまた、大事にね、使っていきたいなと思います。あと、まあ、針もね、ちょっと、僕気に入ってるやつね、ナノチヌイカだ。あれだけちょっと、補充したのと、あとは、まあまあ、ね、メンテナンスのボナンザも種類、やっぱりいろいろある中ね、まあまあ、使い慣れたというか、今までね、使ってるやつ、同じやつをね、もうないんでね、それだけ、ちょっとね、補充したような感じで、あとは、行ったらね、毎回そうなんですけど、やっぱりちょっと長居してしまいますね。いろんなとこ見に行ったりとか、全然関係ないね、自分やらへんコーナーまで見に行ったりとか、やっぱりしてしまうんですけど、まあ種類ね、充実してますし、見ててね、やっぱり飽きひんなと思いますね。まあまあ今からね、とりあえず戻ってね、ちょっと工具、まあまあ針とかガン玉とかね入れてるケースをね、ちょっと整理しようかなと思います。僕普段使ってるね、針ガン玉とか入れてるタックルケースあるんですけど、それ入れてるね、ポーチ横型、まあまあ装備紹介の時にね、説明してるんですけど、僕横型のねポーチ使ってるんですけど、縦がね欲しいなと思ってたんですけど、ポーチもね前なんかワンサカあったのにポーチが全部なかったんですよ。結構ね前は黒子のね一部コーナーのところにね横も縦のやつも結構ワンサカ置いてあったんですけど、今日行ったらね一個もなかったですわ。縦ね。まあまあ、今使ってるね、横型のやつでね、まあまあ、こと足りるんですけど、前も言うたように、縦の方がね、ベルトの幅を取らないんでね、いいかなと、思ってたんですけど、まあまあ、今のやつでね、まあまあ、その中に入れてるタックルケースのね、針とか、ガンダマ、まあまあ、ちょっと使ってないね、サイズとかもあるんで、それをね、ちょっと帰って、整理しますわ。まあまあ今日はね、まあまあロット、まあ銀次郎のね、トップガイドを修理するので、8行ったというような動画になりましたけど、またね、次回、よろしくお願いします。じゃあねー。